やっぱなんか俺教師向いてねえのかな、やっぱ。よし、出す。ソフィー。ありがとうございます。出す。寒い。てかさ、はい、どうしたんですか。俺もちょっと教師やめようかなと思ってんだよね。え？そんな冗談やめてくださいよ先生。何言ってるんですか。いや、まあ本当全然冗談じゃない、本当に。本気なんですか。おはようございます。え、本気で言ってるんですか。普通になんかあの他の仕事とかもなんか転職サイトとかで見てるし。どうっす。いやいやいや、え、理由は何すか。理由っていうかなんかまあさ、お前にね、そんな生徒に言うことじゃなかった。ごめんごめん、そのちょっと忘れてまでかよ。ちょっとそんな言うことじゃなかった。おはようございます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 。よし、あだ先生、ちょっといい。あ、わかりました。ちょっと俺呼ばれたの。ちょっと時間。あだ先生、ごめんね、あのこういうバタバタしてる。あ、全然です。ちょっとこの間の件なんだけど、やっぱりどうしてもちょっと厳しいんだよね。足立先生が頑張ってくれてるってことはこちらとしても分かってるんだけど、どうしてもそれをしちゃうとね、あの他の人どうすんだみたいなところもあるから、まあそういう厳しいですっていう回答にはなっちゃう。思いました。おはようございます。どうも、おもてなです。はい、今日はですね、まだ足立先生がちょっと来られてないみたいなんで、代わりに僕が朝礼させていただきます。え、ほんで足立先生、まだ来てないの？学校には来てるんですけど、ちょっと多分、いろんな事情で、朝礼には今来れてないっていう感じ。は？あいつマジでポンコツやな。ポンコツや。え、朝礼はちゃんと来いよな。マジで来い、普通に。あ、大丈夫、そこ大丈夫？え？あ、何ですか？え、足立先生のことどう思う？マジで貸す、社会のお荷物。お願いします。はい。あ、大丈夫かな、そこ。うん。一応先生なんで、目上の人にはリスペクトするようにお願いします。はい、はい。今日朝礼ですね。特に連絡事項とかは、先生からもらってないんで、ないと思います。で、1時間目は、はい、担任の足立先生の授業になってますんで、しっかり準備して、授業の、授業までお待ちください。はい、じゃあこれで朝礼を終わります。自由です。ありがとうございました。はい、ちょっと1時間目始めていきます。ごめんね、朝礼ちょっと来れなかったんだけど、今から授業やっていきます。はい、じゃあ今日は教科書94ページかな、2次関数の決定ってところだね。そこちょっとやっていきたいんだけど、ちょっと待ってね。先生、うん、どうしたんですか。いや、ちょっと職員室で多分ペン忘れちゃって。マジっすか。前も忘れてたくないですか。いやいや、ごめん、多分持ってきて忘れたんだけど。また忘れるもん。俺本日どこ行ったっけ。いつだってもなんか言うなよ。先生、職員室の机ごと教室に持ってきたらどうすか。確かにそうしたら忘れ物なくなるもん。絶対ないし。そう、ちょっとまあ、ねえわ、ないか。よし、これちょっと取ってこようかな。ちょっとごめんね。ちょ、自習っていうか、やってみる。先生、本当気にしなくていいと思いますよ。なんかあんなね、西焼きみたいなやつに馬鹿にされてクラスをなんか笑い物みたいな先生なんかかわいそうんだなと思って。いや、大丈夫、そんな気にしないから。もうあんな小馬鹿にされるのも、まあ慣れたっていうかさ、まあもう慣れっこやんなね。まあさ、やっぱなんか俺教師向いてねえのかな、やっぱなんか難しいな。
いや先生まだ新人じゃないですか先生。だからあんなにね、いや僕あんなバカにされてる先生見てさすがにかわいそうだなと思って励ましに来たんですよ今。で僕も最初生徒会長やってる時ってもう全然うまくいかなかったし誰も言うこと聞いてくれなかったんですけど、やっぱり頑張ってたらなんかみんなついてきてくれるし、なんか信頼とかも上がってくると思うんですよ。だから先生そんななんか早まらないでいいと思いますよ。まだまだこれから長いじゃないですか先生としての、うん、だから気にしないでくださいとか、もう一回頑張りましょう先生、やめないでください先生。そうなのかな、まあ、ちょっと、まあ、そうだな。朝の件、朝のことはいいから、朝のことはまた別だから、ね、あんな生徒のためにいや、いいんで、いいんで、それいいんで、あれはまた別だから。なんか、ありがとうな、お前やっぱ、生徒会長だよ。はい、なんか、頑張ってください。元気出たわ、ちょっと。あ、よかったです、じゃあまた、なんか僕友達いないんでここに先生に話しに行きますんで、はい、ちょっと授業行きます。ありがとう。はい、失礼します。いやー、5軒目はやっぱここやな。マジで最高。昼飯食って、ここでサボるのが一番気持ちいい。てかさ、うん、誰もさ、先生呼びに来なくなったくらい。確かに。もう誰にも言われへんくなった。おい、おい、お前ここいたんだ。うわ、かまってくれる人来た。早く、早く、早く戻って。いや教室戻って。ほっといてくださいって。いや、ほっといてないって。お前、俺のクラスは、もう、生徒だろ？俺担任なんだよ。いやいや、勝手になんか俺の生徒みたいに言わないでくださいよ。何がだよ。ほっといてくださいよ。いや、関係ないっしょ、そんな。お前らは俺の生徒なんで、早く教室戻れ。な。もうほっといてくださいって、もう先生、もう授業も下手くそやし、もうおせっかいやし、忘れ物も多いし、生徒からはもう舐めれ、腐りたくられてるし、ほんで今日朝朝礼も遅れても時間も守られへんし、まだ若いし、なんか別の仕事とか探してんじゃないですか。おお、そう、転職転職。まあもう転職の時代なんで。転職転職。まだ間に合うっすよ。もうほっといてください、ほんまに。もう鬱陶しいんで。だから、はい、教室戻ってこい。転職活動した方がいいっすよ。だから教室もう戻ってこい。先生も転職した方がいいっすよ。分かった。転職活動。はい、戻ってこい。タウンワーク。なんか、適当に戻ります。お前にはちらっと話したんだけど、もうこれ校長に渡して今日この学校辞めようと思ってる。なんで先生辞めないでくださいよ。だから俺も教師向いてるんだよ。僕朝見ましたよ。いや、よしちょっとちゃんと頑張ってんすよ。あいつ、あ、日本史の成績なんとかなんないですかね。いや、このままだとあいつ進級できないですよ。だからちょっと無理なお願いかもしれないですけど、そこなんとかお願いできないですかね。いや、お願いします、本当に。吉野くんのためにあんな頑張ってたじゃないですか。僕びっくりしましたよ。足立先生かっこいいし、あんな生徒のために陰で頑張れる先生絶対いないですから。まあ、でもあれはまたもう別の話だし、もう終わった話だから。いやいやいや先生。え、急に呼び出してなんすか。俺早く帰りたいんですけど。吉野くんも呼んでたんですか。まあ、お前ら二人にはさ、結構俺の中では強い思い入れがあるんだよ。どうしたんですか急に。じゃあお前には言ってなかったんだけど、はい、俺もう今日で教師辞めんだよ。あ、マジっすか。めちゃくちゃ急っすね。そうだな。まあなんか、まあ、俺さ、ミスも多かったし、なんか、まあ、生徒にいろいろ迷惑もめっちゃかけちゃったからさ。いやいや、かけてないですよ。やめないでくださいよ。でもまあ、なんか全部が俺の実力不足だなって思ってさ。だから、今日でこれをさ、校長に今渡して。やめようかなと思ってんだよ。
先生、やめないでくださいよ。ガチで。お前らみたいにさ、生徒を担任するのはさ、俺の夢だったんだよ。じゃあ。先生、お前マジでやめろ。先生、知らなかった。え、そうなの。え、めちゃくちゃ急やん。急すぎて10やん。吉野君、今そういうのじゃないですよ。本当にやばいです。早く止めに行かないと。なんで。もう言いますけど、足立先生が朝遅刻した理由は、吉野君が進級できないのをいろんな先生に頭下げて、ずっと吉野君のために頑張ってたんですよ。だから遅刻したんですよ。あんな生徒思いの先生いませんよ。そんなの知らずに吉野君はめちゃくちゃ足立先生に文句言ったりして、退職まで追いやったのは吉野君のせいですよ。早く止めに行きましょう、吉野君。早く先生。先生、やめないでくださいよ。僕、先生のこと嫌いじゃないし、なんかいつもごちゃごちゃ先生に言ってるのも、なんか先生やったら僕らに言い返したりぶつかったりしてくれるって分かってるから言ってるだけなんですよ。さっき僕らがサボってる時も怒ってくれるのももう先生だけになっちゃったし、俺とか小野寺みたいな生徒担任するの夢やったんじゃないんですか。じゃあもうちょっと俺らの面倒見てくださいよ。ありがとうございました。お前そんな風に考えてたのか。考え直してください先生。ちょっと考え直してみろ。ありがとう。ちょっと、あ、職員室乗ってくるわ。ちょっと乗ってくる。